事前の調査である先進校のボーリング調査は不可欠であると考えています。 JR 東海が山梨県内で行っているボーリング調査について、長崎知事は昨日、作業員の安全のためにも進めてもらわなければ困ると改めて調査の重要性を強調しました。調査をめぐっては、静岡県が県内の水が流出する恐れがあるとして、県境までの300メートルの区間は掘り進めないよう JR に要請していて、静岡県の考えに反論した形です。また長崎知事はこの問題について今後規制同盟会で共有し検討していくことを提案しています。